車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト通知パフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは最近車販も始めた内山店長です。はい、ボンドカーズでもある、ボンド東京の内山です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらでございます。はい、こちらでございます。ウルス S S です。ボンドジャーナル初登場じゃないかな。初めてですね。おそらくそうですよね、カスタム紹介では。こちらをご紹介させていただきます、はい、でまず色がとんでもねえ色です、はい、こちらベルデタービンというなんか新しい色みたいですね。ペルフォルマンテから追加されたのか。もともとあったけどベルデタービンのグロスがなかったとかって言ってましたけどね、うん、今回はその色をラッピングではなく塗装です。これまずびっくりじゃないですか、純正色でこの色なんですね、はい、すごいですよね。これなかなか選べない。選べない、ね、僕は選べない。ダブルスが結構いろんな色多分、はい、ラインナップとしてはあると思うんですけど、皆さんおそらく白黒、はい、やっぱり行きがちじゃないですか。そうですね。そこでこうやって色で遊べるのはまずすごいなっていう。めちゃくちゃ黒と。そして僕らカスタマイズいろいろさせていただいてますけど、はい、もう純正のその新車の時のオーダーで遊ぶ、はい、これ最強だなと。最強だと思います。はい。というわけでこれソリッドなんですね。ソリッドです。このぬるっとした感じのこちらの色になってると、はい、で今回はお車 S ということで、はい、バンパーとかも。そうですね、今までのウルスとちょっとバンパーのデザインが変わりましたね、まあ、あとボンネットもそうですし、この辺が、はい、これだいぶかっこよくなったね。なりましたね。後期で今まで特徴的だったこの Y のトリムがなくなったんで、でここがシュインってこうつながったデザイン、はい、そうですね。フロント周りは変わったりして変わりました。カスタムしても映える感じになったから、はい、で今回はプラスアルファもしてあるんですよね。はい、部分的に塗ってます。ものすごくわからないです。わからないと思います。はい、結構なんか緑の面積が、グリーンの面積が多かったので、うん、今回本当にちっちゃい部分なんですけど、この足の部分と、ちょっと待って待って、あ、ここです。ここ、はい、はい、こことあとはこのちっちゃい三角形と、うん、あとここをグロスブラックで塗って、そうするとこれが立体的になるんで、はい、ちょっと長くも見えて。そうです。いろいろなんかじゃあここ黒く塗ろうかとか、いろいろ話したんですけども、まあ、逆になんか黒くなりすぎちゃうっていうのもあったので、まあ、今回ここだけ。それ元々はどうなってる？同色です。ここまで全部同色だったんです。ここじゃあ緑色というかこの。そうです。カーキグリーンみたいな色だったので、はい、ここだけ塗りました。で他のこの辺とかっていうのは触ってないんですよね。触ってないです。じゃあ元々このグロスのブラック。はい。あとコーナーセンサーのこのパネルはもうカーボンじゃない限りは樹脂になっちゃうので、グロスブラックで塗ってます。あ、ここも塗ってるんだじゃん。はい。なるほど。カーボンが選べなかったんです。あ、カーボン選べない。選べないです。最初できるって話だったんですけど、だんだんオーダーしていく中で、なんか今カーボンが不足してるっていう話ですよね。なんかアフターもすごい納期がかかってたりとか。はい、でそのペルフォルマンテはつけられるけど S にはカーボン、エクステリアをつけられないって話になっちゃったので、そうなん、はい、今回は最初もともと全部カーボンにするっていう予定だったんですけど断念しました。なるほど、はい、新車のオーダーからちょっと立ち会ってるので僕が。あ、そうなんだ、はい、さすが車販担当。、はい、車の購入のアドバイスも、はい、コンフィグからやってます、はい、させていただけると、はい、というわけで全部ペイントされてるんで、はい、もうじゃあ樹脂のパーツがまあないですね、なくなってる。ないです。非常に高級感もある、はい、こんな感じのエクステリアになってる。なってます。であとはもううちのこの辺の車定番ですけど、はい、プロテクションも今回、はい、前回りは貼ってあります。ここから前ですね、まあ、あとドアミラーと最低限な感じで。で特にメタリックとかパールじゃないこの辺のソリッドカラーって傷が目立ちやすい、はい、目立ちやすいですからね。で貼っといた方が安心です。まあ、その辺貼っていただいた方がいいのかなと、はい、でしっかりこういう複雑なバンパーも張り込めますんで、はい、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないか。そしていいですか、はい、今回のカスタムのメインの部分。そうですね、はい、こちらタイヤホイールいきたいと思います、はい、こちらです。はい、やってまいりました。 MV フォージドハモっちゃいました、ハモっちゃいました。こちらの24インチのホイール、はい、PS200R っていうデザインで、ここがやっぱりその外側がこうダクト状になっているのがまあ特徴的です。まあトレンドでもあるんですよね、今こういうデザインで。去年一昨年ぐらい一世を風靡したエアロディスクがなんか組み込まれた感じ。そうです、エアロディスクのなんか進化版っていう感じですかね、うん、この外側と内側でこう別のデザインを、はい、これでもすごいですよね。よく見るとここがもうないです。これ映像でどこまで伝わるか分かんないですけど、はい、こう正面から見るとはいはい、ここのリングの部分と内側の、まあ、割と定番でもあるメッシュのデザインでしょって思うじゃないですか、はい、これ斜めから見ると実はこのリングのこのここの部分
浮いてんすね。浮いてますこれってどうやって削ってんだろうね。すごいっすよね。ここがだから浮いてる。はい。だそれに合わせてこうスポークがこの外側のスポークもつながってるんで、はい、めちゃくちゃ立体的、うん、いいですよね。やっぱこういう細かいそのディティールの削りってやっぱり洗練された感じにもやっぱなりますし、うん、でもシャキーンというホイールでも、はい、こう3次元的に削ってこれどういう風に削ってんのってこうこの辺特に、はい、ありましたけど、はい、ついにはここはもうちょっと僕いや本当ねどうやって削ってんですかね。僕の知識ではもうどうやって削ってるかもわからないような複雑デザイン、はい、でこれだけまとまりがあるってすごくない？そうですね。で今回これが浮かせてることによって本当に斜めで見ると、はい、このエアロディスクがついてるみたいな。でなんかこのダクトの部分もこういう向きがあるものとないものが選べるんで。あそうなんだ、はい、で今回はこの向きがあるディレクショナルデザインで、はい、傾いてるタイプということで、はい、反対側はじゃあ逆になってます。傾いてるものが装着されてると、はい、で外周にこう目が行きがちなんですけどこっち側のスポークもこの側面とかめちゃくちゃこう、ね、しっかり削り込まれて立体的に削り込まれてるんで、はい、かなりこう立体的に見えるです、ね、はい、こんな感じのデザイン、はい、そしてコンケーブも結構してるっすね。しっかりしてますね。やっぱりウルスは結構コンケーブできるオフセットでオーダーすることができるので、まあ後で後ろも見てもらったら分かるんですけどしっかりディープコンケーブになってますね。で今回は24インチということで、はい、24インチです。やっぱり24ぐらい大きいの履いておくと、はい、ここ取ってもですね、ちっちゃく見えない。あと一応色触れといていいですか、はい、これが普通のブラッシュドに見えるんですけれどもシングルティントという薄く、まあ、スモークがかかったフィニッシュになっているのでなんかその光りすぎない。あ、なるほど、はい、いい塩梅になったと思います。というわけでこの金属の質感も透けつつ、はい、本当にわずかにトーンが落ちてる。そうですね。これだからシングルの次はダブル。ダブル、はい、でトリプルなんかはよく聞くじゃないですか。トリプルになるともう結構濃い黒になりますよね、うん、黒っぽく仕上げたいっていうんで、はい、トリプルなんかしますけど、はい、今回は一番薄いタイプのそうシングルです、はい、でこの辺の自由度が高いのもアメターの特徴ですね。言っていただければそのボディカラーだったり、はい、仕上げ方に合わせていろんなことができると、はい、こんな感じになってる、はい、で今回これキャリパーとかは塗ってないです。あ、これ塗ってないんだ、はい、最初新車の状態でシルバーでお出したので今回はそのままにしました。すげえ、はい、これじゃあもう本当に新車カスタムっていう感じそうです。だからもうゴールを見据えてオーダーしてるので最強のやつです、はいはい、というわけでこんな感じの足元になってます。そしてタイヤはおなじみの、はい、ベルデステインですね、はい、こちらの24インチ、はい、であとはもう一個ポイントなのは、はい、今回紹介するのがウルス S ということで、はい、S になるとエアサスなんですよ、ね、エアサスです。で同じタイミングで出たペルフォ、ペルフォはバネ車、バネ車なんですよね、はい、ただなんかペルフォの方がやっぱりイメージ的にこう役付きなイメージなんで、うん、はい、オーダーが多かったのはなんかペルフォルマンテの方が多かった、ね、はい、S の方は割と少数派だったってことなんですけど、実際乗るとやっぱりエアサスの方が乗り心地いいじゃんっていうことで、まあそうですね、なんか S めちゃくちゃ評判いいとかっていう風に聞いたんですけど、はい、今回 S なんでしっかりローダウンも、はい、しっかりできます。ペルフォもローダウンできなくはないんですよね。一応バーネスプリング自体は設定はありますけどね、まだ多分日本でやったことないんじゃないのかな。なるほど、はい、でしかももともとちょっと硬い、硬いですよね、ということで、はい、さらに硬くなるんで、まあ、ローダウンまで考えてるんであれば S かなりいいの方がいいと思います。というわけで今回結構下がってますね、はい、で当然上げ下げもできるで、できます。今一応コルサのモードなので通常の走行よりは下がった状態になってます。なるほど、こんな感じの足元になる、はい、であとは横だったりも今回は触れてないんですよね。触れてないですね、もうそのまんまです。あるあるでこの辺をちょっとこう、はい、手を入れたり、もう本当にだから今回塗ったのは細かい部分だけですね。このまとまりの良さ、はい、そして後ろはググッと太くなって、はい、なんと355です、はい、こちら装着、はい、でコンケーブもフロントよりだいぶしますよね。そうですね、こんな感じで後ろが 12.5J なんで、うん、で結構ウルスって、まあ、バンパーだってヘッドライトもボムネットもそうだけど、はい、割と複雑なデザインなんで、はい、足元も負けないぐらい、そうですね、うん、しっかりしたのを選んであげると、はい、割とまとまりよく仕上がるかなと。逆にシンプルデザイン履くっていう手もありますけど、ね、そうですね、はい、というわけでこんな感じの足元なんです、はい、であとは後ろ回っててもいいでしょうか。はい、どうぞ。後ろもこれ S って結構デザイン違うの？ S バンパーがやっぱりちょっと違いますね。なるほど、はい、今までこういうダクトもこの形状じゃなかったりとか、はいはいはい、あんまこういう出っ張りがなかったんですか。そうなんだ、はい、でこれアクラポは、オプションです。あ、オプションなんだ、はい、で今回中も少し見せてもらいたいと思うんですけど、はい、割とオプション満載車両、満載です本当に最強なんだ、かなり満載ですというわけでこんな感じのエクステリアになっております、はい
さあ続いて内装に関しては全くカスタマイズされてないんですよね。そうですね。コンフィギの時点で、はい、内山店長いろいろ相談に乗ってるということで。やってます、はい、というわけで内装も見てみたいと思います、はい、ご覧ください。これ中めちゃかっこいいね。いいですよね、このレザーの色。焦げ茶？焦げ茶です。というわけでこれシートもそうだけど、このカーペットだったりマット、はい、その他ピラーなんかも全部この焦げ茶、そしてステッチだったら全部白で、白です、統一されてる。これめちゃくちゃおしゃれくない？これいいですよね。この、まあ、アッパーがブラックで、うん、こう下はこうブラウンっていう上品な組み合わせ。で随所にこのカーボンパーツも選択されてて、はい、これちょっとやらしい話、結構オプションかかってる。いや言ってますねそんなに入れるんですかっていうぐらい言ってましたね。ずるいね、はい、でもやっぱりこういう車が好きな方って、うん、オプションに関しても妥協したくない方が多いので。確かに、はい、でやっぱりこれだけ新車で自由度が高い車ですから、はい、まあ、カスタム見据えてるんであれば、そうですね、まあ、そういったのも個性的なのを選んでいただくと、はい、かなり目立つ存在になれるんじゃないかな、はい、というわけで今回は内装もめちゃくちゃ詰まった1台になっております、はい。で最後になりますけど、はい、うちこのウルス S、はい、他にも何かやりようがありますか？あと今結構まあ、リフトがこの前ねボディキット発表したりとか、まあ、ノビテックからも出てたりするんで。あ、ノビテックも出てるんだ。出てます。まあ、もうちょっとこう外装カスタムしたい方には一応ご提案できるものもあるので。なるほどな、はい、じゃ逆にシンプルカラー、はい、定番カラーなんかだとそういったエアロでちょっとボリューム出したりとかっていうのは結構いいかもしれない、ね、はい、できます。じゃあいろいろご相談いただけるとやりようがあると、はい、でなおかつくどいようですけど、はい、車販も始めたということで、はい、車の購入、はい、新車中古車ご相談いただくこともできるということで、はい、ぜひカスタマイズ含めご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。